先ほどね、10時くらい仕組んだのが来ました。GBP USD ですね。上ということなんで、一回落っこって上がるのを見て、下に、売るということで取引させました。これ試験投資ですね。これデモ口座です。これでうまく稼げるようでしたら、希望が持てますね。まあ、その稼ぐね、戦略方法を一生懸命いろいろ考えてるんですね。これは正確にね、このショールで出ます。このシグナルから全体では、ね、79勝21敗とか、72勝28敗とか、こういう勝率になってます。ね。全部出てるわけですね、これね。で、4時間足で見てるんですね。これは少し上がってきてますよね。いいですね。これも下がってきてる方向にいけそうな感じもしますね、全部ね。こういうことを通していけばいいわけですからね。なんか上出てるけどもシグナル出ませんでしょ。これシグナル通り全部で分析しますからね。これなんか勝ってるわけですね。勝ったわけですよね。これ上で少し落っこったわけですね。ここからこの上になったわけですね。そうそう、どっちもの癖ですね。で、この当時シグナルやって今後は稼げるかというと、なかなか難しいんですね。タイ行けばいいぐらいなんで、儲けないような感じですね。今後は変わっちゃうんですね。